はい、炭酸生態のアンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回ですね、簡単にできる目をパッチリする方法ですね、お伝えしていきたいと思います。はい、これですね、僕目をパッチリする方法でね、何本も動画配信してるんですけど、今回のはですね、ちょっと新しいバージョンという言った方がいいかもしれないんですけども、最近ですね、来られてる方にセルフケアでね、お家でやってもらうためにこうお伝えしているものであって、目をパッチリするっていうのをですね、お伝えしたんですね。だから2週間もかからないうちに結構効果が出だしたということで、お話を聞いて報告いただいたんで、ぜひ今回ねこの動画を撮ってですね、新たにですね、ちょっとこのセルフケアをお伝えしたいと思いました。で、結構簡単なんですよ。で、僕のお店で来られてる時に小顔の整体されてる方もそうなんですけども、この目の周りのアプローチっていうのはですね、結構コツをつかめたらですね、確実に目が大きくなったりとか、この目のたるみがね、改善していきますんで、ぜひちょっとやってほしいと思います。で、いつも僕が使っているですね、この炭酸生態スプレーも使っていくんですけども、これもね、セルフケアのですね、サポートみたいなもので、血液の循環を上げていってですね、筋肉のその凝り固まっている状態をですね、和らいでいく、血液を流すことによって筋肉の再生作用もですね、相乗効果として上がるんで、ぜひですね、これ試してみてほしいと思います。で、今からやっていきたいと思うんですけども、まず右目の方からやっていきますね。で、右目の方からですね、この眉毛をですね、こうつまんでいただきたいんですけども、1、2、3箇所ぐらいなんですけども、これ眉頭からつまんでいただきます。こういう感じですね。眉頭からつまんで、ちょっと引っ張って、こっちに引っ張って、で上下にこう揺らすような感じ。はい。これをですね、まあ、5秒間ぐらいやりますね。いきまーす。よーい、スタート。1、2、3、4、5、はい、OK、はい、横にずれていきまーす。よーい、スタート。1、2、3、4、5、はい、OK、次、眉尻の方ですね。はい、つまんで、はい、OK ですか。はい、いきまーす。1、2、3、4、5って感じですね。はい、これをね、1、2、3箇所を5秒を3セットやってください。はい、よろしいでしょうか。はい、もう一回いきましょうか。眉頭をつまんで、ちょっと引っ張って、上下にひねります。揺らします。1、2、3、4、5、はい、いきます。引っ張って揺らします。1、2、3、4、5、はい、揺らします。引っ張って揺らします。1、2、3、4、5、はい、 OK です。こうつまみにくかったらですね、指を横にこうつまみにくかったらですね、横にこういう感じでつまんでみてください。はい、こういう感じでつまんでみてください。はい、よろしいでしょうか。これはですね、3ポイントを5秒を3セットお願いしたいと思います。はい、よろしいでしょうか。で、次ですね、もう一回やっておきましょうか。これ3セット、せっかくなんでね、僕も目パッチリしたいんで、はい、いきまーす。つまんで5秒ですね。いきまーす。1、2、3、4、5、はい、横に行ってつまんで引っ張って、1、2、3、4、5、はい、 OK、 いきまーす。つまんで引っ張って5秒、1、2、3、4、5ですね。はい、 OK ですね。はい、これをですね、やってみてください。で、この次がですね、ちょっとあの違う方法というかバージョンアップしたものなんですけども、右目の眉毛の上に指をですね、3本、人差し指、中指、薬指でも結構ですし、小指、薬指、中指、こう3本グッと押さえてほしい。眉毛にね、4本でも結構なんですけども、押さえるようにこんな感じで押さえてください。はい、こんな感じね、押さえてちょっと上に上げます。こういう感じで上に上げてください。で、次、この下ですね、下まぶたのところにですね、親指の横、ここですね、横でこう上に上げて、眼輪筋をですね、下の眼輪筋を横にこう流すような感じですね。目つかないように気をつけてくださいね。はい、これ10回いきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK、 はい、
はい、はい、いいですね。 眉毛の方が全然こう上がってきてですね、こちらが妙に軽くなっちゃってます。はい、すごい違和感があります。はい、こっちがすごい軽くなっちゃいました。でこれもですね3セットやっていきたいと思いますんで、あと残り2セットやっていきたいと思います。眉毛を上に押さえて上に引っ張ります。で親指の側面を使ってさするような感じね。はい、流すようなイメージですね。3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。これもねやってくださいね。でこれやることでね、目の周りのむくみであったりとかですね、血液の循環を上げていくんで、筋肉がねしっかり開きやすくなってくるんですね。開きやすくなることによって目がですねパチリ開くんですね。でこれよく言われる質問なんですけども、これやってもまた戻るんですよねとか言われるんですけど、そういうことじゃなくて、セルフケアを続けていくと戻りが遅くなる、戻りにくくなることと、体がですね覚えちゃうんですね。この状態が正しいものだと言うと覚えてしまうんで、極力毎日ですねこのセルフケアをやってみてください。目のねちょっと気になる方はですね、目の大きさを気になる方はぜひこれ毎日やってほしいと思います。はい、いきます。1、2、3、4、5って感じですね。はい、こんな感じですね。こういう感じですよ。はい、7、8、9、10。はい、OK。はい、ですね。これをですね、今3セットやりましたので、ぜひこれやってください。僕は確実にもうこっちの方が軽くなりすぎて違和感がもう極まりないんですけども、ちょっとこっちもやっていきたいと思います。で、左の方もですね、眉毛をつまんでいきます。前頭からつまんで引っ張って揺らします。これもね、はい、5秒いきますよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5。はい、横にずれてつまんで引っ張って1、2、3、4、5。はい、こっち行きます。はい、引っ張った。はい、まま5秒いきます。1、2、3、4、5。はい、いきますよ。2セット目。はい、つまんで引っ張って、こっちに引っ張って、揺らします。1、2、3、4、5。はい、つまんで引っ張って、揺らします。1、2、3、4、5。はい、こっちもいきますよ。はい、つまんで引っ張って、はい、1、2、3、4、5。はい、いきますよ。はい、ラストいきますね。はい、引っ張ってつまんで引っ張って揺らします。1、2、3、4、5。はい、1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。はい、 OK です。これでですね眉毛のね、はい、眉毛の方が整ってきました。いいですね。これをですね毎日毎日やるとですね目がパチリしていくんで、ぜひやってほしいと思います。で次ね、親指の側面を使ってこういう感じですね。で右手は眉毛の方を押さえて上に上げます。上に上げて左手の親指の側面でこう流すような感じ、10回いきますよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。 いいですね。だいぶ目がこちら明るくなってきました。ここら辺のね、なんかこうたるんでるというかですね、こうむくんでる状態がこうなくなってきたんでしょうね。こう軽くなってきました。はい、いきます。もう一回。はい、いきます。10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。ラスト1セットいきますよ。これ目ね、つかないように気をつけてくださいね。グッてついたら目、痛いことになるんでね、気をつけてくださいね。ゆっくりやってきてください。いきます。ラスト10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
10はい OK です、お疲れ様です。はい、これがですね、目をパッチリするセルフケアなんですけども、この眉毛の上のね、このむくみであったり老廃物をこう取っていくために揺らしていって、眼輪筋のね動き方をね、活性化させるっていう仕組みなんですね。で、この目の下の方もですね、この目のたるみ、目のむくみですよね、そういうものをこう流していくような形なんですよ。言い換えればですね、眼輪筋の状態、最初の一番いい状態に戻すようなイメージなんですね。これを毎日することで目の疲れが取れやすくなったりとか、目が当然パッチリし開きやすくなってくるんで、ぜひですね、これをですね、まず2週間試してみてください。まあ、2週間もしないうちに3日4日ぐらいしてきたらですね、あれ目がちょっと大きくなったかもって気づくと思うんで、ぜひそこを楽しんでですね、やってみてください。はい、まあ、この動画良かったなと思ったらいいねのボタンをぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録もお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。